アルバート・クラウスは、オランダの男性キックボクサー。北ブラバントシューオス出身。チームスーパープロ所属。K1 ワールドマックス2002王者。試合入場時のガウン、パンツなどは独特のものがある。入場曲は、サバイバーのアイ・オブ・ザ・タイガー。2002年5月11日、K1 ワールドマックス2002のトーナメント準々決勝では、シェイン・チャップマンに判定勝ち。 準決勝ではマサトに判定勝ち、決勝ではガオランカウイチットを右フックでこ勝ち、K1 ワールドマックス初代王者となった。当初はリンホージムの兄、弟子アンディ・サワーが出場予定であったが、怪我によりクラウスが出場し、優勝を果たした。優勝したことでクラウスが天狗になり、リンホージムのジョンデリン会長との関係が悪化。最終的には同ジムを離脱し、 ブリーズジムに移籍した。2002年10月11日、K1 ワールドマックス2002世界、王者対抗戦でマサトと、再戦するも 5R ールドロー。2003年3月1日、K1 ワールドマックス2003日本、代表決定トーナメントのスーパーファイトで、マイク・ザンビリスと対戦し、右フック一発で小負け。2003年7月5日、K1 ワールドマックス2003の、 トーナメント準々決勝では、アンギサワーに、ダメージによる危険で TKO を勝ち、準決勝では、ドゥエイン・ラドウィックに、左フックで子勝ち、決勝ではマサトに、左フックで子負けし、準優勝に終わった。同年9月27日に、スーパーリーグの工業で、フランスのモース・サコナテニにある終了時 TKO を勝ちし、復帰戦を飾った。2004年4月7日、 K1 ワールドマックス2004のトーナメント1回戦でジャダンバナ・ラントン・ガラウーに延長判定勝ち。7月7日の準々決勝ではシャミール・ガイダルベコフに判定勝ちしたものの、準決勝で王者・マサトに判定負け。ベスト4に終わった。2004年9月19日、シュートボクシング S カップ2004に出場。1回戦でチャンプアック調整パサートに、 延長の末判定勝ちを収めるも、右ハイブスジ座シ及び肋骨亀裂骨折により、準決勝を棄権した。2005年5月4日、K1 ワールドマックス2005のトーナメント1回戦で、バージルカラコダに判定勝ち。7月20日の準々決勝では、ジョンウェインパーに判定勝ちしたものの、準決勝で、ブアカオポー、プラムックに判定負け。2年連続でベスト4で終わった。 2005年12月18日、オランダの北ブラバント州にあるクラウスの地元オスで行われたアイクバムエタイ世界ウェルター級タイトルマッチでメノーダイクストラをワール判定で下し世界王者になった。2006年4月5日、K1 ワールドマックス2006のトーナメント1回戦でアリグニアーに判定勝ち。6月30日の準々決勝で、 ドラゴに 1R 右膝蹴りでダウンを奪われ判定負け、ベスト8に終わった。その年の終わりの12月17日にオランダの地元オスで開催されたワールドタイトルディフェンスで自身の持つアイクボウ世界王座防衛戦を行った。キング・ジェームス・マルティネスをニキコで下し防衛に成功した。本来はザック・デート防衛戦を行う予定だったが、 デーが怪我のため出場できなかった。2007年4月4日、K1 ワールドマックス2007世界最終選抜で、達治と対戦し、判定負け。しかし判定負けに、納得のできないクラウスは、試合後にカメラを殴るなど怒りをあらわにした。試合は手数では、達治、クリーンヒットでは、クラウスと非常に微妙なものであった。2007年6月28日、 K-1 ワールドマックス2007のトーナメント1回戦でバージルカラコダに判定勝ち。10月3日の準々決勝では佐藤義美うに判定勝ちしたものの準決勝でアンディ・サワーに判定負け。2007年10月28日シュートボクシングバトルサミットグラウンドゼロ東京2007で小形健一と対戦予定であったが K-1 マックスでの負傷を理由に欠場となった。 2008年1月26日、ビースト・オブ・ザ・イーストにて、ファディル・シャバリと対戦し、判定負け。2008年4月9日、K1 ワールドマックス2008ファイナル16のトーナメント1回戦で、ブアカオ・ポー、プラムックと再戦し、延長判定負け。2008年7月7日、K1 ワールドマックス2008ファイナル8のトーナメント、敗者復活戦で、 マイク・ザンビリスと対戦し、3R 終了時、左目カットによる TKO 勝ち。ファイナルでのリザーブファイト出場権を手にした。2008年10月1日、K1 ワールドマックス2008ファイナルのトーナメントリザーブファイトで、木戸康弘と対戦。1R 終了間際に、膝蹴りで、木戸の未見付近をカットさせる。2R に再度膝蹴りをヒットさせ、軌道を ドクターストップに、クラウスのニキコガチ。2009年2月23日、K1 ワールドマックス2009デイスファンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2009年4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16のトーナメント1回戦で、長島ジエオツユ一イチロと対戦。1R に2度のダウンを奪い、小勝ちを収めた。 2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8の準々決勝でジョルジオペトロシアンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2009年10月26日、K1 ワールドマックス2009ファイナルで、武田光造の引退試合の相手を務め、TKO 勝ちを収めた。2010年7月5日、 K1 ワールドマックス2010ファイナル16で中島光輝と対戦し、1R に右ハイキックでダウンを奪った上で3から0の判定勝ちを収めた。2010年11月8日、K、K1 ワールドマックス2010ファイナルの準々決勝にて、ジョルジオペトロシアンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2011年9月25日、 K1 ワールドマックス2011から7 1ラムジャパントーナメントファイナルに出場1回戦で名城有二と対戦し 3R に左ハイキックでダウンを奪われレカラ3の判定負けを喫し自身のプロキャリア初の3連敗となったありがとうございます